和紙を下山した安全なげんさんです。今日はね、森下朝顔市をやってるっていうんでちょっと来てみたのか。すごかったよ。うん、いないじゃん。結構こっちの方までお店あったんだけど、今年は少ないね。3日と24日、31日に体験会を行うので、これね、ぜひいらしてください。毎年ね、あと本日チラシも配っていますので、ご興味ある方はお声掛けください。朝のうちの時は本日は暑い中、応援ありがとうございました。農家、地域に農家はないか、はい、無料でね、野菜を配るのよ。お昼近くになるとそれをみんなね、待ってたりするんだよね。昆布、はい、もう一回戻ってくるんで、ね、皆さん、お願いします。はい、どうぞ。久しぶりに会ったから、あんまりお店も呼ばなかったのかな。本間さん、これ何年ぶりですか？3年ぶり、うん、なんかお店減らした？わざとお店減らした？減らした。そうだね、大人のビールぐらいか、うん、なるほど。なんかね、大変なんだってだから、お寺のイベントは中止らしい。すごい、偉いね、ちゃんと買うのね。はい、ありがとうね。
そう、深川の夏の始まりですから。まあ、森下朝顔2回に1点ぐらいかな。はい、どうも、じゃあね。なんか待って、ここからおばあちゃん帰るなら朝顔販売が終わったら、朝顔販売終わったら、あ、朝顔販売終わんないのか。ダンスが終わったら、子供たちがたくさんこっち来たな。あとお祭りの季節や。でもあれだよ、朝顔が結構売れるんだよ、いつも完売になるんだよ。売れるといいね。まあこれから町の総菜さんたちがぞろぞろ集まってくるらしいよ。帰りに朝顔を買っていただけると。はい、了解です。まあこんな感じっすよ。ちょっと中でもう少し撮って喋ってようと思ったけど、うるさくてダメだ。音消えちゃうし、また YouTube からダメよって怒られるし、ぐるっと一周して帰るかね。なんかやっぱりここら辺で朝顔市って言うとさ、入屋なんだよね、有名な。で、まあ、森下でもやろうって言って商店街で始めて、で商店街の行事だから商店街の間にある路地で毎年場所を変え、いろいろなところでやってたんだけど、神明宮が近くにあるじゃん。神明宮でやろうよ。路地だからね、狭いからね、ってことになったんだけど、神明宮はそもそも商店街からちょっと外れたところにあるんで、どうしようかみたいなことがしばらくあったんじゃないの。だからやってみるとやっぱ神明宮の方がここら辺のランドマークだし、ちょっとしたいい感じの広さだし、ここで始めちゃったらもうここにずっと定着しちゃったって感じみたいね。まあたださ、さっきも入り屋って言ったけど、なんだかんだここら辺ももう30回、ってことは30年やってるわけよ。まあそうするとちょっと、なんでしょうね。お祭りとしても定着してきて、活気があるお祭りになってます。まあ朝顔を売るだけじゃなくて、地域の子供たちが、なんか音楽とかダンスとかの発表の場にもなっていくから、どっちかって親御さんは子供たちの、なんか踊りを見に来るの方が強いっぽい感じするよね。さっきも誰か言ってたけど、こんなまんまで踊ったらお参りができないって。あ、でも一応はけたからみんなお参りしてるね。新年度はさ、幼稚園は併設してるんで、幼稚園の子たちも結構来てんじゃない、遊びがてら。これなんだ、行列、次に出る人たち、控え室。あ、とりあえず踊りは長いよ。たくさん踊る。で最後これ辺で野菜売って終わりかな。篠間くぐりはやるのかな。町会とか町の篠間くぐりっていうのは一応やるんだけど、でも篠間くぐりって6月の末だよね。どうするんだろう。
さっき商店会場も言ってたけど、大人用のなんか露店とかみんななくなっちゃったんで、焼きそばとか名物だったんだよな。結構足くるとかってたんだけど、結構ちゃんと朝顔も、あ、こんにちは、買ってたけどね。なんかあれだね、やっぱ久しぶりにやるとちょっと雰囲気違うね。盛り上がりましたね。盛り上がったわけね、確かに。久しぶりにやるって何で盛り上がるのかな。こんな盛り上がった。今年はじゃあ富岡さんのお祭りも盛り上がるね。盛り上がるでしょうね、本当は。6年ぶりだからね。6年ぶりだっけ、あれ。6年ぶりです、一回飛ばしてくる。そうか。じゃあ帰ります。ということで、神明宮および神明幼稚園より森下阿佐ヶ谷一をお届けしました。なんか、前ね、一回撮った覚えあったんだけど、撮ってないみたい。なので、たまたま今日やるの覚えてたし、撮ってないんじゃ一回ぐらい撮らなきゃってことで撮らせていただきました。で、今日はこの辺でこれでいいのだ。